アップを見てると関根が右にいたので、まあ、この辺りはタスク役割というところが少し変わってくるかもしれませんね。うん、さあ注目の立ち上がり、どんなスタートになりますか。45分のスタートです。浅いラインからレッツがまず前に行こうという長いボールを送りました。チャンス決定機だ、フィニッシュ、増田先制、シャルジソンが決めて0対1。ここから見てください、痛いミス出ましたね、レッズとしては。ただライソルが積極的にいって、特にシャルジソンですね。許可、もう一度縦に、そして入れる、チャンスはそのままキーパー、レッズ打ってた、カットして、もう一度レオナルドのシュートはディフェンダーがカット。ここで外で受けてからですけども、多少か縦少し外に向きながらですけども、ここからそうですね、クロスボールがしっかりとニアの頭を越えるようなボールを入れたことによって、まあ、危険なボールになりましたよね。最後大南ですか、はい、よくキーパーのカバーしましたね。ゴールキーパーが出た後ですから、ここにブロックに戻るというところは鉄則ですけども、よく守りましたね。個性なのはレッツです。このリターンで剥がして、おー、いいですね、レーンを変えました。これチャンスだ。中を見て子が入れる、オルンガー、ナイスゴール、ループシュート決まって、オルンガー、これで0対2。オルンガ自身が2試合連続ゴール、手を叩いて喜ぶのは、これ江坂がスペースペースに見つけながら展開して、はい、そして逆サイド振ってというところからですけど、はい、古賀もこのクロスのタイミングも良かったですし、ボールも素晴らしかった。ボール奪いました。今度はレイソル、縦に、さあボックス内に2人入ってきた、チャンスだ、落とした、そのままヘディング、3点目。これは大きな追加点、仲間決めて0対3。ダイナミックなボールの動き、頭、最後仲間の頭。仲間2試合連続、今シーズンの2ゴール目ぐらいはありますからね、レッツ。ああ、チャンス、そのまま、ドリブルで、これ力強いシュート、素晴らしい、神谷、三原のカットからですね。ただ神谷、この時間でもこの運ぶドリブル、このスピードでできるわけですからね。中入ってきて山中に、このインナーラップがうまくいきませんでした。そしてジャスト5分のアディショナルタイム、今笛が鳴って試合が終わりました。